こんにちは、また忍者外人です。こちらはエピソード E です。こちらのエピソードはちょっと最近のことですけど、風邪ひいて病院行ったの、ちょっとお話です。やっぱり もちろんみんなご存知ですけど、日本の病院はとっても便利でとっても安くて行けるんですね。まあ大体その国が7割ね、一般の人が 30% で出して、国の保険から 70% は出れるようになってます。まあ、もちろんもし引退の方かちょっと年老いの人でしたら あれはねいろいろ変わりますけど、まあ、基本的には 70% は向こうで対応してます。そして、まあ、昨日は風邪ひいて病院行って、そのちょっとね、まあ、風邪のぐらいで鼻水や喉が痛いですね。もうちょうど全部普通の風邪の子ですけど、ちょっと先生見てもらって、その後でまあ念のために胸のレントゲンと血の検査もして、そこからまあ1時間半ぐらい待って結果発表ね。そしてその後は結局まあ全然問題なかったみたいですけど、まあね、まあ一応風邪ね、風邪やっぱりなるべく早く治るがいいね、もちろんそうですから、薬出してもらって薬屋さん行ってもらいます。まあそれは全部合わせたら、まあ直接行ってから最後薬屋さんの薬もらって多分3時間ぐらい経ちました。まあそれは多分ちょっと長引の方ですけど、まあやっぱり月曜日の朝行ったらね、たくさんのね、いろんな方があるなので、ちょっとだいぶ待つけど、まあそれはしゃあないんですけどね。その同じ経験がアメリカで比べたらもう全く全然違うですね。こっちの方はもちろん病院代や薬代合わせたら、まあ4000円か5000円もならないですね。まあなってなかったですね。でも同じ検査でアメリカ行ったらもう何倍より高いです。最初は向こうは多分向こうはね、風邪があったら一般のいつも通りのお医者さん行く、まあ、一般通り言ったら、まあ、普段通ってるのお医者さんの方行って先生も見てもらって、そして基本的にあそこはレントゲンかそういうね血の検査は何もないです。だからもしそういうものが必要あれば、必ず特別のところね、移動になります。そしてそれは同じ平日でじゃなくて何週間経つ、例えば今日行って先生見て、あやっぱりちょっと一応ねレントゲン取ろうと思ったら、その2週間空く、そして2週間空いて結局行ってレントゲン取って、もちろん結果がねすぐに出ないです。そして向こうはまた家を一回戻って、また1週間、2週間経った後で、また先生の方を戻って、結果発表もらいます。だから全部丸々したら、まあ3週間か4、だいたい1ヶ月ぐらいかかります。その1ヶ月のことで、私は3時間収まった。そして向こうも、時間ロスだけじゃなくて、長いじゃなくてたくさんお金もかかります。保険あっても、向こうはやっぱり全国の保険じゃなくてみんな個人で保険入ってます。基本的に会社からももらって その会社からもらってるの保険入ります。そして保険はいろんなレベルがあるですけど、例えば安い保険が入ってたらこういうお医者さんしか行けない、
ね、あの決まってます。あのだいたい保険がね、あの入場したからあの本をもらって、そしてそれはあの定的にが書いてます。あのもし例えば鼻のぐらいか、あの喉がね、喉の先生の専門が見たかったら、こういうお医者さんしか行けないです。そのもしその以外のところ行ったら保険が全く効かないです。そしてその上に基本的にあのどうやっていいかな、あの例えば1ヶ月必ず自分で体温するの金額も決まってます。安い方が たまに5万円までもある。例えば1ヶ月の間に初めて病院行っても、保険のありの病院でね、普段使えれるところでも、その1ヶ月初めて行ってたら自分の負担は5万円まで。だからそれ下にかけたら自分で 100% 出す。保険がお金が出るは5万円以上になる。それはよくあるパターンですね。だからそういう比べたら本当に日本は素晴らしい国ですね。そういうあのね、あのそういうシステムがあるからすごく便利と思います。じゃあこれはあのエピソード2心であの終わりたいと思います。またもしなんかアメリカの病院かなんか、まあね、何でも質問があればぜひ下の段のところでコメントのところで書いてすぐにあの返事します。じゃあまたどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。